である、ベリンガム獲得のためなら必要なことは何でもする。先日、リバプールがイングランド代表19歳 MF ジュード・ベリンガムの獲得競争から撤退するという意向が報道された。一方でレアル・マドリードはリバプールとは対照的に、ベリンガム獲得のためなら必要なことは何でもする用意があることをエーデイリー・メールが報じた。レアルの事務局長とチーフスカウトは、今シーズン開始時にすでにベリンガムをクラブのトップターゲットとしていたそうだが、カタールダブルハイでのベリンガムの活躍が、契約に向けての決意をより強固にしたという。ベリンガムが今夏にボルシア・ドルトムントを退団するかはまだ明らかになっていないが、退団することになれば激しい入札合戦になることは間違いない。移籍金は1億3000万ポンドにも上る可能性があるが、レアルはあらゆる経済的負担を覚悟しているのだという。ブンデスリーガでドルトムントが首位争いをしている間は、ベリンガムが決断する見込みはないようだ。しかし、レアルのクラブ関係者はすでにベリンガムの父親と話し合いを進めており、ベリンガムの獲得は最終的に2クラブによって競争されると見られている。さらに同メディアによると、ベリンガムが来シーズンの決断をするまで、レアル・マドリードの来シーズン全体の計画は保留にされているという。その理由は、クラブがルカ・モドリッチの1年の契約延長よりも、ベリンガムの獲得を優先しているからであり、モドリッチは新契約のオファーをまだ受けていないという。マドリードはベリンガムに対し、モドリッチの初年度の基本給と同じ1800万ポンドと、背番号10のユニフォームをオファーするのではないかとも言われている。アンチェロッチ監督は、モドリッチにもう1年更新するよう促しているようだが、今のところそれについては何も明らかになっていないままだ。こんなところで大金使うのならリバプールのように他のポジションに実力者を加えた方がバランスを保つことができるし選手層が増す。レアルの場合はベンゼマのバックアッパーとしてフィルミーノ、ディアス以外の選手との契約延長、リーガでの経験値が大きな武器になる上に比較的に安価で手に入れられそうなセルタのベイが余裕があれば右サイドバックを優先すべきだと思う。それにベリンガムは今コンディションが良くないことからその影響が来シーズン以降に響く可能性がありリスクがかなり大きい。否定派が多いみたいだけど、当時20歳くらいで取ったベンゼマも初年度はひどいもんだった。けど、マドリーは4000万ユーロ払ってる。ベリンガムも年齢的に完成形を求めて取るわけじゃないはずだし、個人的には取れるなら取ればいいと思うけどな。安定性を取るのか？将来性を取るのか？現時点では衰えを見せないモドリッチやクロースは外せないはず。中盤には有能なバルベルデ、カマビンガ、セバージョス、チュアメニといる。それにベリンガムは高すぎる。その分はホーランに使いたいね。モドリッチが CL 決勝でとんでもないパフォーマンスするのは想像できるがベリンガムがそうするのはあまり想像できない。モドリッチは19歳までに5回も CL 優勝してたもんな。無名のベリンガムとは違う。エンパペなら想像できるね。ベリンガムは移籍金150億だか払ってまで獲得する選手か？典型的過大評価イングランド人だろ。レアルで通用しないと思う。モドリッチ、クロースは健在だけど、将来を見越してカマビンガ、バルベルデ以外にも若手欲しいよね。ベリンガム弱てもいい。ベリンガムを取るとしてもモドリッチは残すべきでしょ。レアルで引退して欲しいな。レアルが欲しがる選手なのか？モドリッチとの契約優先して欲しい。よろしければ、チャンネル登録、お願いします。